ニヤニヤしながら書いてました。こういう風になるんですよね。すごい。池袋は嫌いな街ですか？一番大好きな街なんですけど。え、漫画の中で一番大好きな街を壊してる。そうですね、ハロー、こんにちは、福田さんが来てます。よろしくお願いします。漫画家の福田さん、漫画を書いてますね。少年サンデーで5分後の世界という漫画をやってました。7巻が最新巻の最終話が発売されました。でもう一つが一応アニメ化にもなったんですけども、上獣戦士虫奉行、福田と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でどんな漫画ですか？一言でざっくり言うと双子ものの、タイムリープものみたいな感じの話です。タイムリープ、はい、こういうスタイルだと驚きとか悲しみとか表現力の幅がなんか広くなる、うん、そうですね。実写っぽい絵柄よりはもうちょっと人に伝えたくて目を大きく描いたりとか、うん、表情とか感情を伝えるために絵を描いてます、うん、すごいね、はい、5分後の世界はつい先日最終巻の7巻が、ほら、7巻が出まして、おお、じゃあこれは一番最新、はい、その宣伝に来ました。いいですね、買ってください。買ってください、よろしくお願いします。よし、じゃあどんなストーリーになってるかな。ネタバレになるんでちょっとそこそこでお願いします。スタイル的に福田さんはどういう漫画一番描くのが好きですか？アクションとか寝ないとか。一番、好きなのはアクション漫画で、前作がこの虫奉行っていう少年サンデーで32巻ぐらいまで出させてもらった漫画なんですけれども、時代劇もののアクション漫画っていうのがやっぱり一番好きで、まあすごい化け物がたくさん出ますけど、すごい 308? はい、和です。そうですね、そっちは 7年以上やってる感じだったんで。すごい。アクション漫画好きだったんですけど、うん、それを含めてアクションの他にも今度はサスペンスとかホラーとかっていうのを、あとは時系列のタイムリープみたいなのを一緒に混ぜたら面白いかなと思って作りました。あ、なるほど。こんな感じとか普通に、お、まあ、見開きなんで、いや、やっぱりちゃんと印刷してある漫画だとこういう風に楽しめるんですね。日本の漫画に詳しくない人ならこれはどういう順番で読めばいいですか？1、2、3、4、5、6、7です。分かりました。これファンタシーですか、ね、はい、日本の歴史の中の江戸時代っていう時代があって、うんうん、武士とか、はい、がいて、その時代の中に嘘を一つ入れて巨大な虫が出てきちゃった江戸時代に、それを倒す警察みたいな奉行所っていう場所があって、そこに入った主人公が虫退治のために一生懸命頑張るって話なんですけど、虫が気持ち悪くなっちゃってこれは何のインスピレーションで？まあ芋虫がイメージだったんですけども、で芋虫になんか足がついてたら気持ち悪いよねとか、根っこがついてたらさなぎになるイメージな感じでちょっと書いてましたね。あ、まあ、いつも言われてるのがその面白ければいいっていうことなんだけど、はい、こういうような敵キャラクターはいはいはい、驚かすためにアドバイスとか、そうですね、読者とか人が普通に考えているよりもう一つちょっと過剰に書こうとか、もう一つ二つ過剰に書いて、イメージをして、でそれをどうやって驚かすとか、うん、読者に伝えるとか、それを段階踏んで想像を超えていくっていうことが大事かなと思うんで。なるほど、はい。まあ、特にこの5分後の世界、これがよくあるんですよね、日本にこういう像、はいはいはい、でも動くんだよねそうですね、急に動いてるところを見てなんかブワッ特に、はい、この5分後の世界でリアル、はいはい、普通に東京にある景色の中でこういう、なんでそこにあるんだって、はい、ああ、そうですねなんかよく混ざってるんだと思って、なんでそういうスタイルにしましたか？やっぱりこういう漫画、ホラー漫画とかだったらやっぱり一番書かなくちゃいけないのは違和感だと思うんで、言った通りなんでここにいるのっていうのがやっぱり一番ホラーの気持ち悪いところで恐怖を感じるところなんでこの舞台自体が池袋なんですけども、東京のなんで、それそこに普通いないよねっていう仏像がいたら気持ち悪いなと思ったんで、うん、それを、うん、ニヤニヤしながら書いてましたこういう風になるんですよね。すごい。池袋は嫌いな街ですか？一番大好きな街なんですけど
え、ま、漫画の中で一番大好きな街を壊してる。そうですね、あのまあ愛着あるんで、で自分一番好きなんで、じゃあいいよねと思って壊しました。逆に好きな場所を世界に紹介できることは嬉しいでしたね。そうですね、そうですね、池袋いいとこだよと思いながら書いてます。壊れますけど。海外のコミックスでそんなに多分いろんなスタイルで表情を描かない、はい、まあ最近多くなってるんですけど、はい、昔は結構こういうスタイルの顔だったら、うん、どんな子もでもそういうスタイルで描いてるんですけど、はいはいはい、こういう風になんか泣いてるシーンで全然こっちと違うスタイルで描くのがポイントとかアドバイスとか。そうですね、やっぱり表情よりはあの描きたい感情が先行してあの絵描いてるんだと思います。あ、もちろん表情考えますけども、表情自体はやっぱり感情ありきなんで、こういう感情描きたいなと思ったらまずそのイメージで、じゃあどういう表情をしたら一番伝わりやすいかなっていうところで、あの考えていつも描いてます。なるほど、漫画だから絵はメインだけど、やっぱ ストーリーを優先しなきゃいけない、うん、そうです、そうですね。絵が優先だったらやっぱりそれこそ世の中にイラストレーターさんとか、うんうん、うまい人が5万といるんで、うんうん、まあ、そちらの人にお任せして、あの自分は描きたい表情とか感情とかストーリーが描ければ面白いかなと思ってるんで。なるほど、はい、池袋が好きだから漫画家になったわけではないです。そんなに池袋が好きだから紹介したくて。そうですね、俺それがやれる人はすごいと思います。そうです、自分の人生を池袋にかけるってなかなかないですよね。ちょっとあの東京から離れた場所で住んでるんで、はい、そこから漫画家を目指して東京に上京してきてみたいな感じなんで。あ、じゃあ逆に都会は憧れだったから漫画いつも入れてるわけですか。申し訳ないんですけど自分都会嫌いなんで。あれ、さっき池袋が一番大好き。街の中で そうなんです。あの平たく言うと基本的に東京そんな好きじゃなくて、あの田舎とかの方が好きなんで、あのただ東京の中で、まあ、漫画家になるためにやっぱりこっちでいろんな修行 したりとか、うん、ま、あのアシスタントとか学ばなくちゃいけないから東京に仕方なく来て、うん、でなおかつ、池袋が自分の仕事場だったんで、あの、うん、アシスタント行ってた場所だったんで、池袋しか知らないんですよ。知らないんだ。ほとんど知らなくて、他はまあ、今でも今ちょこちょこ遊びますけど、そんなにいいと思ってない。あ、そんな。あの東京そこまで、リスペクトがあるわけではないんで。あ、そうなんだ。小さい頃はあわよくば自分地元から出たくなかったんで。漫画家目指すためだけに仕方なくです。なるほど、じゃあ結構楽しく街を壊してますね。ああ、漫画の中できっとそういうことなんでしょうね。じゃあこういうとか、こういうように。そうですね。漫画を描くことで結構ストレスの発散になる。そうですね、あの物壊したりとか、まあ、化け物倒したりするのはストレス発散になります。ああ、なるほど、そうですね、まあ、ゲームも同じですよね。壁になってるものを、はい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 、倒していくことがなんか達成感ができますよね、うん、そうですね。あとはなんか自分が見たホラー映画とか好きなんで、うんうんうん、ホラー映画のなこのシーン面白いなとか、このシーンなんかパロディでやりたいなとか、そういうのがあるんで、それを やるときはもう気持ちよくて仕方ないみたいな。うーん、そのホマージュでなんかいろんな好きなインスピレーションを自分の漫画に入れ込んでなんか楽しいですよね、うん、そうですね、やっぱりいいなと思ったものは自分で解釈して表現したりするのはやっぱすごい楽しいです。あ、じゃあ漫画家として、まあ、ホラー映画は一つ、他にはなんか、はい、インスピレーションはどういうところから来てますか。そうですね、やっぱりアクション映画とか。あ、うん、そうね、アクションがいっぱい入ってますね。そうですね。やっぱりアクション映画とかアカデミー賞系の映画とかも結構ドラマがしっかりしてるじゃないですか、うん、人間ドラマとか、うん、だからそういうのを見てやっぱりキャラクター同士の掛け合いとか、そういうのを、あ、面白いな、こういう表現があるんだとか、あ、こんなちっちゃなところを掘り下げてくるんだとか、うん、っていうのを見ると、あ、いつかやりたいなとか、表現できてるか置いといて元気になります。あ、なんか福田さんの漫画はなんかアクションとか恋愛とかドラマとかどんな興味があっても楽しめるポイントは必ずある。ありがとうございます。ミスドラ
きっと漫画描くときもなんかたまに、はい、あのドーナツの店で描いてますか。ドーナツの店では描かないですけど喫茶店で、あもう、はい、外に、外に出て描いたりは結構します。ああいいですね。さすがにあの街が大好きなので街を楽しみながら描きたいんですよね。はい。いろんな店を体験して、はいはい、どういうふうに壊したら面白いかって。そうですね。それはもちろん、あの、ありますし、家にいたくないっていうのもあります。家で仕事してるんで、家にいたくないなと思って、外で行こうみたいな。とってもわかる、はい。じゃあ、福田さんが、さっき言ったようにこれ7番は先日、はい、あのそうですね先日発売少年サンデーから5分後の世界7巻が最新巻の最終話が発売されました。最近です。その前の前作があの常住戦人虫奉行っていう作品が一応アニメ化にもなったんですけども32巻発売しておりますんであのどっちも面白いんで読んでください。お願いします。お願いします。福田ひろしでツイッターやってるんでよければ入ってくれたらフォローしていただけたら嬉しいです。お願いします。よろしくお願いします。落書き書いてあげたりとか あのキャラクターのイラストとかを書いたりとかっていうのはしてます。じゃあぜひフォローお願いします。お願いします。自分の街が壊されていることを想像しながら読むっていうか。ああそうですね。ダメか。その気持ちで全然嬉しいんでこれ読んで怖がってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。怖い。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これから福田さんと絵描きチャレンジいろんな動画撮るつもりなのでぜひそれも見てください。バイバイ。あー、楽しい。